これ無線じゃないですか。そうですね、無線ですね。所詮、ええ、だからちょっとどっか行っちゃったら、はい、やっぱ切れちゃったりとかするんだろうなっていう不安があるんですけど、はあはあはあ、ちょっと僕どっか行ってきてもいいですか。お願いします。いいですか。聞いてます。ここ大丈夫ですか。どこで切れるのか、はい、大丈夫ですか。切れないかもしれませんけどね。じゃあちょっとおたれこの視察に行ってきます。ちゃんとスタッフの人が働いてるかどうかちょっと今から見ていきます。はい、はい、じゃあちょっと行ってきます。お願いします、はい、なんか引っ張っといてくださいよ、小松さん。生い立ちとか。生い立ちですか、はい、行ってきます。これどこまでこれが電波切れずに入りますかね。まだ全然大丈夫ですね。今は隣の部屋へ行ってますね。隣の部屋は扉もあるけど音は途切れてないですね。鳴ってますよ。全然大丈夫ですよ。本当に今は階段降りて1階ですか。いやいや、あ、横ですね。今あ、ここでもボリューム。今ですね、実は、おたれこ内一周してきました。あ、はい、なってないスタッフがいたんで、土下座してちゃんと指導してきましたけど土下座して、土下座させて、俺が土下座してどうぞいつも働いていただいてありがとうございますみたいな。はい、で一周してきました、はい、で距離にして約15メーターぐらいで、扉がある、扉がある、はい、うん、意外に広いんですよ、タレコ。まあそんなことですね、はい、うん、でちょっと調子に乗って、はい、僕1回行ってきていいですか。やってみましょう。やっちゃいましょうか、じゃあちょっと1回行ってみますんで。お願いします、はい、これ、いや本当に行ってるからね、信じてくださいよ、はい、この2階も扉が3つぐらいですかね、ありますけど全く途切れてないですね。結構複雑な飲食店なんかでこういうのも使えるかもしれませんね。一般家庭でも、1階、2階、3階、またいで音が鳴るかなと思いますね。途切れないですね。まだ大丈夫です。切れなかった。切れないですね。本当に切れないですね。ただいま。はい、すごい。切れない。すごいですね、これ。うん、すごいです。これ皆さん洋服にちゃんと天に誓って、天に誓って言いますけど、これ映像、商売上の演出では一切ありませんけど、はい、僕一回行ってきました、本当に。ちょっと、若干息は切れてますけど。わざとらしいっていう。でも本当に行ってきた、うん。でも切れなかった。うん、ということですね。はい。なので、これがあれば、結構、なんていうかな、その、建築、まあ、物理的なやっぱり電波ですから、うん、その環境によって、そうですね、はい、よっぽど障害が大きいと、そう、障害が大きいと切れるかもしれませんけど、あります。でも今もなかなかドアが何枚もある中を、そうです、下まで降りて、そうですよ、何枚もドアをぶち破ってこうぶち破って行くというたくましい、ね、ぶち破ると伝わりやすいそうですよ、はい、ですね、これはいう感じで、簡単にそのエアプレイが楽しめるという感じです。